今噛もうとしたね、あんた。やめて。大丈夫です。大丈夫です。あ、もうすぐパンできる、嬉しい。あ、ちょっとパンの時はちょっと持ち丸向こうに。あ、そうね、そうね、そうね。今日小麦がダメだから、もう。あんた人様を噛んだら絶対ダメだから。ない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 。こんな発酵。うちらはいいよ。うちらはいいのよ。どんどん噛みなさい。でも。いや、ないないない。こんな。散歩中とかにさ。うん。俺が喋りたいんだよ。俺が喋りたいんだよ。お前ら発泡美人なんだよ、そもそもは。どこ行ったってさ、にっこりしゃがって。もち丸だってさ、普段キャンキャン泣いてんのにさ、そうね。大家さんの前だったらさ、なんかちゃんと、そう、なんかいい子ぶりよね。病院とかでもね。そうよ。お前はお前。一人アイドルだもんね、あんたね。うーって言って。図星です。もうすぐ焼ける。いいああ、なんかすごいいい感じに焼けてない？ね。やっば。天才かも。マジで。ちょっと。すごいわ。パンに出してくるわ。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ出してきてちょうだい。お金だけ稼いできてくれたらいいか。どうかっこいい？かっこいい。でしょ？パンもかけたもんね。でしょ？似合ってる。ありがとう。似合わない、なんかそういうチャラ、チャラい。無理なんだよね。チャラい動きできない。そういう時代歩んでないからさ。うんうんうん。無理なんだよね、そういう。根っからのさ、芋感が出てる。あ、そう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 、そうなんだよ。勝てないんだよね、そういうのね。いいよ、その方が。やだもん、チャラい。翔ちゃんがチーズとか言い始めたら嫌だ。言わない言わない。できました。ありがとう。オリゴ糖。で、そこに置くね。あ、そうね。うんうんうん。むち向こう、むち。うん。おえぇーい。うえぇーい。見せようかな。うん。うわ、すーごい。全然落ちないよね。うん。はい。イエーイ。すごくない？できたぜー。イエーイ。気をつけて。うん。熱いから。そうよね。はい。んで、すごい。え、ちょっとお裾分けするやつは、ちょっと別に取っとこう。取っとこう、取っとこう。うえぇーい。いるかな、今。今、行く？ちょっと止めとく？うん。止めます。大家さんとお迎えさんにパン渡してきた。どうする？中生焼けだったら。いや、確かめてない。確かめてない。まあまあ大丈夫でしょ。ちょっと食べていいの？食べて食べて。いや、マジうまそう。それ入ってないやつ。あ、大丈夫。あ、オッケーオッケー。大丈夫大丈夫。いいねいいね。これなんか塗る？大丈夫。あ、塗る？なんかあるけど。うわ、熱っ。あー、バター。あー、いや、あんちゃん、いや、そのままでいいか。そのまま。うん。え、まあ、うまそう。ダメ。あっち。あっち。あっち。います。うん。あ、うん。うまっ。うまいね。最高。うまい。いや、上手。うん。ほんと上手。よかったです。うん。全然、年一ぐらいしかやってないけど。ね。うん。でも、たまにやっぱ、嬉しいわ。うん。焼いてくれるの。うん。いや、うまいね。うん。うわ、チーズのやつめっちゃいいじゃん。うん。あー、うまい。あー、すごいチーズ。合うよね、チーズのパンだから。いやー、おいしい。あー、もうこれすぐなくなるわ。うん。なんか作った。うん、全然いいよ。全然、すぐできた。うん。うわ。うん。で、何の話してたんだっけ？金麦、めっちゃ飲んでんじゃん。めっちゃ飲んでるよ。めっちゃ飲んでるしさ、うん。ちょっともう、俺らが金麦走りなとこあんじゃん。もう言っちゃえば。そうね。ね。うん。動画始めた時から金麦を言っててさ、うん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 。年間だってもう、何十万？うん。言ってる？言ってかな？言ってないか。まあ、使用金額。まあ、何万ぐらい。うんうんうん。そろそろちょっと、なんか、サントリー来てもらう。そうね。いや、サントリーさん。で、でもここでサントリーさんとか言うとさ、なんかさ、なんか明らかにちょっとし、なんか悪めのしたたかじゃん。なんとか、なんか企業なんとかさ、まあなんとかさ、なんかやる。うん、そう思われる。サイゼリア様とかさ、いるじゃん。ああ、いるじゃん。なんでも様をつけて、自分は、謙虚ですよっていうことを言うふうに見せてるのは俺はちょっと、うーん、サイゼリアはサイゼリアじゃんだってでしょ、ね、あのさ個人名にさ、うん、さんとか様言うのは分かんのよ。
うんうんうん、でもさ、お店の名前にさ、様とかつけちゃったらさ、もうさ、なんていうの、うん、ね、ちょっと違和感になっちゃうじゃん。うん、な、基本的にはあんま言わないよね。うん、でも仕事では使っちゃうかな。うんうん、仕事ではね。うん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 。でもなんかその YouTube とかやっててさ、うん、誰に頼まれたわけでもないのにさ、うんうんうん、ちょっとサイゼリヤ様の何々を食べてきましたわけですよ、うんうん、もういいよ、もういいっていいってとか思っちゃう時あるわかるそうね、うん、私ちょっとあの下から言ってますよアピール、うん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 、やばって思って性格悪くなって大丈夫大丈夫だ、求めてるでも共感する人 多いと思うよ。うんうんうん、お腹ペンになっちゃった。まあゆっくり食べるよ。あれ今一気に全部食べなくちゃないと。食べていい、まだ。え、食べなさい、これも残ってる。いや、これしょうちゃんのよ。ほんと？ほんとよ。え、うん、おい、え、これしょうちゃんが残したんよ多分かな。そうかも。うん、いや、うますぎ。パンあげたじゃん。うん、仲良くなれるかな。仲良くなれるんです。何狙ってんの？じゃあ狙ってない、狙ってない。なんか、じゃあ仲良くなれるかなっていうの違うの、じゃあ。なんか何言うの？よくわかんない。だから、じゃあ、じゃあ、いい距離感になれるかなってことよ。なんか嫌いって思われたくないじゃん。聞こえるよ、そんなんでかいのでしょ。今日雨降んなかったね。よかったじゃん。ああ、それな。うん。よかったね。まだ言ってんの？一緒。あなたが休みの時は雨降るっていうジンクスが、うん、でも今日の夜から雨降るから、これで11時くらいに降ったらもうあんた確定だよ。まだわかんない。日中じゃなければ別に良くない？セーフじゃない？ダメダメ、この明日雨なの、うん、明日雨だからさ、うん、下手でしたら今夜から降るかもしれない。もうそれでもうあなたはもう雨雨や雨男。どんだけ俺を雨男にしたいね。どんだ嫌なの？え、なんか嫌じゃない？雨男ってなんかネガティブな、ほら出たよ。もちまるもさ、そうだそうだって言ってくれた。言ってないよ。言ってくれてんのよ、もちまるね。すーが雨男。うん。で言うて翔ちゃんも今日休みだからさ、これで雨降ったらお前も雨男。違うじゃんよ、もうあんたに合わせてんだよ。はい。いや最近忙しかったじゃない。うんうんうん、朝8時ぐらいとかに出て夜10時ぐらい帰ってくるみたいな。あ、俺がね。そう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 、ちょっとね今週忙しかったんだよね。で俺は俺でなんかもう全然でもなんかいやあんま忙しいアピールしてる人好きじゃないんだけど、うんうん、してないしお前が言い出したんだよ何よ。あ、もう俺寝てないとかさ、ああ、もう眠いんだよ、めっちゃ眠いんだよねとか言って、あー、うわってなる。寝ろよって思うよ。あれちょっと、あれ通信の10代までよ。そうね。うん、あれは良くない。うんうんうん。よっぽど仕事ができないじゃないかなもっと効率のいい仕事の仕方をすればいいのに。俺とかさ、結構効率よく仕事をしちゃう、しちゃわないと嫌なタイプだからさ。はいはいはい。もう自分の時間もしっかり取りたいからさ。うんうんうん。もちまりちゃん食べれないの、残念に。後でおやつあげるね、うん、もうすぐ眠くなった、うん、でもここの上でさ、うん、眠くなっててさ、うん、下に下ろすと元気になるよね。そう、何なんだろう何なんでなんでそんな潰しながら食べんの？わからんでもないけど、給食のパンとかもさ、なんかギュッて潰してさ、うん、食べてたよね。うん、したね、うん、わかる。え、つぶ、いやー、ほんとちょっと、ちょっと汚いじゃん。よくはないじゃん。翔ちゃんのさ、手垢がさ、めっちゃ凝縮されたもうその一口にいいよ、全然いいよ。まあ自分のだからね、うん、これだってこねたやつ、俺がこねたの。でも焼きたてパンだからなんかできる感じよね。パッサパサのなんかパンとかだとさ、やっぱできないじゃん。てか、うん、うますぎちゃ、うん、残しときな、明日に食べすぎよ。でも夜で、夜食べ終わっちゃうもん。ああ。食べちゃう。え、今日も夜で、夜は夜でめっちゃ食べるんでしょ？ああ、うん。全然、全然問題ない。いいだろ。うん。いいと思う。健康で。健康でしょ？うん。うん、食べれるときに食べとかないとさ。そうっす。食べれるとき食べとかないと。そうだけど。
全然何も OK。 うん、ああ、俺さ、ちょっと待って、うん、俺痩せて見えない痩せて見えない。あ、痩せて見える。あ、お、待って、今いいとこ見つけたよ。さっきバス乗ったさ、うん、運転手さんかっこよかった、ね、違うか、ちゃんと見てないの。なんかさ、俺ちょっと雰囲気イケメンでもさ、かっこいいみたいに思っちゃうとこがあってさ、なんかさ、態度がでかくなかった。ああ、そうね、イライラしてたんだろうね。なんか座り方がさ、ああ、運転席でそんな座り方してちゃんと運転できるのかなっていうような、なんか感じだったねえ。でもなんか分かるそうな感じだったけど、意外と年齢いってそうな感じもした。じゃあ若く見える人なんだ。そう、はいはい、そんな雰囲気とか。なるほどね。多分ね、チラッとしか見てないけど、うん、大変だろうね。うん、すんごいイライラしてる運転手さんとかいるもんね。いる。めっちゃ怒る人いるよね。あー、いるね。うん、危ないから移動しないでみたいな、すっごい怒る人いるよね。だからもうさ、だってもうその運転手さんさ、その人が降りるときにさ、うん、その時も怒ってたもんね。ああ、あんたね。ええー、やだ、そんなん。やめてあげてよ、そんなん、うん。でもね、その乗客の人がね、うん、海外の人だったのよ。ああ。で、子供もいて、子供が別のところいて、で、なんかそこはなんか、ああ。動いてるのになんか行ったり来たりしてたから。日本語わかんの、その人。多分観光客だったんだよ。わかんない。まあでもさ、それで事故ったらさ、運転手の責任になっちゃうからね。まあまあまあ。それはそれでまあ、しょうがないなと思う。そうね。うん。あれ、関東バスなのかな？車内アナウンスでさ、子供が言うじゃん。車が止まっていても、座席を移動すると危ないよってやつ。うん、はいはい。いっつも気になるの、あの言い方。何が？その子供の言い方が。棒読みだよね。うん。なんか普通だったらさ、車が止まっていても、座席の移動をすると危ないよ、うんうん、みたいな感じで子供がさ、言うのが普通かなって、うん、一般的かなって思うんだけどさ、うんうん、そのアナウンスがさ、車が止まっていても座席の移動をすると危ないよ。怖いんだ。あー。危ないよじゃなくてさ、危ないよ。そういうアナウンスなのよ。いつも気になる。脅してるね。脅してるよね。うん。うん。知らないよっていうようなさ。確かに確かに。ああ、ああ、ああ。そういう風に聞こえちゃうの。ああ。危ないよ。